砲撃位置と砲撃数突然の砲撃に急いで、反撃の準備をする、韓国海兵隊の野別母部隊の K-9、自走砲野別母島砲撃事件とは、2010年11月23日に、大野別母島近海で起きた朝鮮人民軍と、大韓民国国軍による、砲撃戦と、それを発端とする、朝鮮民主主義人民共和国。 大韓民国間の緊張の高まりなどの一連の事件のことである。韓国標準時2010年11月23日14時34分頃北朝鮮軍が北方限界線を越えた大野別島に向けて突然砲弾約170発を発射90発が海上に落下し80発が同等に着弾した。当時野別島では 韓国海兵隊の別部隊第七砲中隊が配備している六門の計九百五五十ミリメートル自走榴弾砲の内四門を動員して月に一度の陸海合同射撃訓練を行っている最中であった部隊の南南西四点八キロメートル離れた海上に向け一門十五発ずつ計六十発を発射し最後の砲撃を行おうとした四番砲に 不発弾が発生した瞬間に北朝鮮軍の砲弾が部隊を襲った。部隊内に着弾した砲弾4発のうち1発は1番砲の砲台を直撃。もう1発が3番砲の外壁を破壊した。訓練後に返却するため方向部に集めてあった創薬に火がついて火災が発生し、これにより1番砲と3番砲の2門の電気系統が麻痺した。 三番砲の火災は沈下することができ、手動照準に切り替えて、王者に参加した。砲弾の直撃を受けた一番砲の火災は深刻で、王者には、加わることができなかった。韓国軍は、北朝鮮軍の砲台を目標に80発の対抗射撃を行った。また、F、F-15K と K F、KF-16 戦闘機4機ずつを島に向け、非常出撃させた。 この事件で、韓国の海兵隊員2名、民間人2名が死亡、海兵隊員16名が、重軽傷、民間人3名が軽傷を負い山火事や、家屋の火災が発生した。住人1300人には避難命令が出された。韓国軍合同参謀本部は直ちに、陳東県1号を発令し、金博市職国務総理も、全公務員に対し非常待機命令を発令した。 韓国政府高官は、砲撃は、韓国軍の訓練に対する反発との見解を示している。事件発生時に、韓国軍は、航海付近で実弾を使った軍事訓練を実施していた。北朝鮮軍はこれに先立って、我が国の領海に向けて砲撃が行われた場合、直ちに物理的な措置を取ると、ファックスで通告していたが、韓国軍側はこれを無視して、 訓練をしていた。事件の2日前の11月21日に、北朝鮮の最高指導者、金正日総書記と息子の金正恩が、砲弾を発射した煙海岸砲基地を呼び、シゲル島基地の砲兵大隊を視察していたとされている。そのため北朝鮮首脳部が実施を直接計画、指示、承認した疑惑が浮上している。なお、 2012年2月16日の北朝鮮の労働新聞は、この砲撃は金正恩が指揮していたと発表した。また、この砲撃は強硬派で知られる金閣職が主導したとされている。労働新聞は、金正恩労働者の非凡な知略と戦術で敵の、挑発は挫折し、延別坪島は、火の海になったと伝えている。 11月26日、野別星島で北朝鮮側より6発の砲声がとどろいたことが判明。韓国軍関係者は北朝鮮の訓練ではないかと推定している。大野別星島と市街地の位置 A、連合国設定の北方限界線 B、北朝鮮主張の軍事境界線朝鮮戦争で国連軍と北朝鮮軍の休戦協定に際して陸上に 軍事境界線として38度線が設けられ、韓国と北朝鮮もこれに合意したが、海上の境界線については何も定めがなかった。休戦から1ヶ月後に国連とアメリカが北方限界線を設定したが、北朝鮮はこれを認めず、この周辺で軍事行動を繰り返していた。1999年には北方限界線より、 南方の豊かな魚場や韓国が実効支配する野別墓島をはじめとする当初を北朝鮮側に含む海上軍事境界線を北朝鮮側が一方的に宣言し、これを根拠として北朝鮮軍は1990年代末から2000年代初頭にかけて何度か北方限界線を越えて韓国軍と衝突し、1999年には 第一延別母海戦2002年には第二延別母海戦が起こった。また、延別母島付近ではないが2009年には大沈島の近海で銃撃戦を引き起こしている。同じく2010年には白島西南海域付近で韓国海軍の紹介艦が沈没するなど緊張状態が続いていた。主に 読売新聞2010年11月24日、長官2面、朝日新聞2010年11月23日、北朝鮮の韓国砲撃をめぐる23日の動き、より最高層11月12月大野別坊島の砲撃を受けた。地点砲撃による火災で焼けた建物北朝鮮からの砲弾は、大野別坊島の中央の丘陵地を越えて、島の南東部にある。 市街地まで到達し、火災も発生した。韓国側兵士2名が死亡。KBS テレビによれば、韓国側の死傷者は数十人に上るという。11月24日、韓国海洋警察当局が、大野別坊島の被害を調査したところ、着弾した海兵隊艦舎の建設現場で作業員2名の遺体が発見された。これにより、犠牲者は、 兵士2名、民間人2名の、計4名となった。避難事件の起きた23日21時過ぎから、野別坊島住民の避難が始まり、24日1時30分過ぎまでに、住民394人が、インチョン広域市中心部に到着。同日午前中に、残りの住民450人余りが到着した。26日午前には、北朝鮮から、 再度砲撃があり、住民は再び、新川市中心部などへ避難した。28日11時18分、北朝鮮による砲撃の兆候を捉えたとして、緊急退避命令が発令されたが、30分後には解除した。野別某島の防備体制建設作業員や、海兵隊員が死亡した重大な攻撃であったにも、かかわらず、約1660人の島民に、 犠牲者は一人も出なかった。この要因には、島民が有事に備えて設けた、大筆書の存在が挙げられる。もともと、北朝鮮までわずか 10km しか離れていない、島であることから、砲弾が撃ち込まれることを想定した、防空施設が、多く、さらに島民は、日常的に避難訓練を実施するなど、危機意識の高さが被害を。 最小限に抑えたと考えられている。党内で起こった出来事2020年12月現在、北朝鮮から被害などの影響について公式の発表はない。韓国国内においても詳細は不明で、情報統制の可能性が指摘されている。衛星写真で施設が破壊された様子が撮影されているものの人的被害の情報は確認されていない。 ある民間団体が北朝鮮の消息筋の話として北朝鮮将校一人が死亡、二人が重傷を負ったと伝えているが韓国軍当局はこれを否定している。後にアメリカの情報関連会社が延別坪島の対岸にあたる北朝鮮領を捉えた写真を公開したが標的となった軍事施設を飛び越え 周辺の田畑に着弾した痕跡が14箇所発見された。これに関して、韓国与党派奈良党の近世院内代表は2日の党会議で、韓国軍が延別墓島から反撃のため発射した自走砲の砲弾80発のうち、衛星写真で着弾点が確認されたのは45発で、残り35発は海に落ちたことを明らかにし、 その45発のうち14発を戦術の写真で確認した結果、標的の北朝鮮砲台には一発も命中せず、いずれも周辺の田畑に着弾したと指摘。軍が着弾地点の半径50メートルを廃墟にできると報告していた砲撃の威力についても、田畑が少し乱れた様子しか確認できないとした。 初期対応の遅れに加え応射が効果を発揮しなかったことで事件への対応をめぐりり秋広政権へさらなる批判が浴びせられる可能性がある。一方で中国の消息筋は北朝鮮の被害は韓国より大きいと述べている。また中朝関係に詳しい消息筋の話として北朝鮮の政府関係者が自国の被害が 韓国の数倍に達すると明らかにした。同消息筋は北朝鮮側の被害規模について軍人だけのものなのか民間人を含めたものなのかという点については北朝鮮側から明かされることはなかったと述べている。また中国の国務委員である太平国は2010年11月27日の法官時に北朝鮮側も かなりの被害を受けていると明らかにしている。事件から2年後の2012年には、野別墓島に砲撃した部隊である、朝鮮人民軍第四軍団と連絡が取れる、北朝鮮を海南道のある、消息筋は、アメリカのラジオフリーアジアの3月2日の放送において、野別墓島線で、北朝鮮軍14人が死亡し、約30人が負傷したという話を、 北朝鮮軍の大隊長から聞いたと伝えた。北朝鮮軍が砲撃に使用した兵器は76.2ミリ砲と100ミリ以上の砲、自走砲、多連装ロケット砲ではないかと見られている。100ミリ以上の砲は122ミリ砲もしくは152ミリ砲などの報道もあり、情報が錯綜している状況である。ロケット砲の兵器名は不明だが、 BM-21 の可能性が高い。韓国首東亜日報は2010年12月3日、延べつぼ島砲撃において、北朝鮮軍が電波妨害を実施しそのため多大な被害が生じたと、関係者の証言があったことを報道した。その証言によると、砲撃に先立ち、北朝鮮軍が電磁パルスによる電波妨害を実施。そのため、 韓国軍の大砲兵レーダーが正常に作動せず、砲弾の発射地点を特定できず、北朝鮮のシュゲル島のみに反撃。最大の威力を発揮した、多連装ロケット砲がある煙海岸への応射が、遅れ被害が拡大した可能性があるという。軍事評論家、田岡俊治は、17km の距離の局者、それも、間接照準で170発中80発とは、 驚異的な命中率と指摘し、旧式の兵器が多く、兵士の質が劣り、軍事技術は高くないとされる通説とは裏腹に、最近の北朝鮮の軍事技術が、決して侮れないレベルに達しつつあることを述べている。初代防衛大臣補佐官の森本里氏もまた、北朝鮮からは、島の中央にある山で、視角になっている、市街地を正確に狙って砲撃していること。 そして砲弾が一発も島を飛び越して、海に着弾していない点を挙げて、北朝鮮軍の砲撃の精度の高さを指摘している。砲撃のニュースが伝えられた時点で、外為市場では、US ドルが、ユーロ、円に対して大きく上昇した。先物市場では、アメリカ10年もの国債が上昇。 ウォン相場は1ドル1180ウォンに急落、米原油先物は23日朝の欧州取引で下落、ノンデリバラブルフォワード1ヶ月ものも4%下落した。韓国中央銀行は市場の影響を懸念し18時から臨時会合を開いた。株式市場ではサムスン証券アナリストはこれまでに 北朝鮮が韓国に対して取った行動とは違うため、明日の市場は下落で始まるだろうとの見解を示した。砲撃は、ミサイル発射よりは問題だが、核実験ほどでもないとしている。高木義明文部科学大臣は、朝鮮学校への高校無償化適用について、重大な決断として中止する、可能性もあると表明した。前原政治外相も、 前提が変わったとして同様の認識を示した。この発言について橋本徹大阪府知事は判断がブレてると批判している。砲撃事件発生後、韓国への渡航をキャンセルした外国人観光客は5500人に上った。一番多かったのは日本からの観光客約4000人で、その約半数が修学旅行など団体客であった。また、 当時修学旅行中だった、秋田お英高等学校、横浜へは女学院中学高等学校の生徒、教諭らは全員無事が確認された。ありがとうございます。